今日もご覧いただきましてありがとうございます。噺家の柳家三之助でございます。今日私はですね、東品川にございますこちら社会福祉法人福栄会さんにお邪魔してるんですよ。こちらはもちろん障害者とかそれから、高齢者の方の福祉サービスを提供している施設でございますけれどもね、なんかちょっと様子が違うんですよ。なんかこううどん屋さんの車かなんか止まっちゃってね、何なんですかね。どうもこんにちは。こんにちは。これ なんかちょっと様子違うんですけど、実はね、これから子ども食堂開催されるんですよ。あ、子ども食堂あってことはこれからお子さんがバーって来るんですか。そうですね、地域のお子さんを中心にたくさんいらっしゃると思います。へ、こういったことはいつ頃からされてるんですか。はい、2018年の10月から、子ども食堂を開催させていただいております。おお、もう2年ぐらいか。そうですね、もうすぐ2年になります。もう子どもも集まってきてるようなん で、今日お話いろいろ聞かせてください、はい、よろしくお願いいたします。品川区内に24カ所ある子ども食堂、町の皆さん、企業、ボランティアの方々の協力のもと各地域で実施されています。子ども食堂を支える品川子ども食堂ネットワークの西宮さんにも加わっていただき、お話を伺いました。もともと子ども食堂っていうのはちょっとこう経済的に厳しい子たちのために始めたものだと思いますが、はい、やはりもう始まって長く時間が経ってますし、変化もいろいろあると思うんですよね。今はとにかく夜一人で食事をとるお子さんがすごく多い、なので孤食対策ということで、とにかく一人でご飯を食べるんだったらばみんなで集まってワイワイ、あったかいご飯をお腹いっぱい食べようよっていうようなことで取り組まれているところが多いです、なるほどね、はい、実際にどういうお仕事があるんですか。はい、まずは子ども食堂をオープンしたいという新規のご相談であったりとか、実際に運営をしている中で、安全管理の面であったりとか食材の調達であったりとか、助成金という形で金銭面であったりとか、そういったところのサポートというのをしています。ボランティアでやるというからには、はい、みんなの協力をしてもらわないと、はい、ね、子どもたちにおいしいものを届けられないですからね、はい、区民の方からもたくさん食材であったり、さまざまなご寄付というのもいただくんですけれども、区内の企業さんからですね、はい、特にたくさんこう支援を今いただいている状態です、子ども食堂ネットワークではいろんなイベントも行っています、年に1回子ども食堂フォーラムを開いたりとか、そういったところで企業さんへ何かできる支援はないですかっていう働きかけを私たちの方でしています、で今日はそういう意味ではこの木村さんは丸亀さんをマッチングっていうのをマッチングして、はい、でうちも施設で場所が広いので、できるかなと思っていいお話いただいたなと思いました、そもそもどうしてここでこの会で始めようっていうことになったんですか。はい、きっかけは、地元企業の三菱不動産の、呼びかけでスタートをすることになりました。で今場所が、三菱不動産の工事中で、開催できないので、この福栄会の建物の2階の、はい、椎の木学園の食堂をお借りして、月に一度開催させていただいております。お食事なんですけど、地元 の町会の東進会 の婦人部の皆様から参加いただいて提供させていただいております。で、終わった後に囲碁や将棋クラブといったそういった サークルじゃないですけど、いったものを提供させていただいて多世代交流の場を設けさせていただいております。じゃあ食事するだけじゃないんですね。そうですね、英語教室もやっていますので。英語教室あとね、学校 の宿題が終わってない方は、スタッフもたくさんいますので、一緒に見てあげることもできますので、で今回ね、はい、今コロナのこの時代っていうか、コロナ禍なんてことを言いますけど、そういう時にどうでしょう、お休みしてたんですか。2月にちょっとお休みさせていただいて、で3月と4月と5月に、お弁当配布の形式を取らせていただきました。やっぱり地元の方に必要な場所
だと僕らも感じていますので、うん、毎回来てくださる方にもこの場所があってよかったと、うん、お話をいただいておりますので、うん、なんとかできないかなと思って、うん、やらせていただきました。なるほど。ここまでこう育ってきた品川の子ども食堂ですけど、まだまだこれから先たくさんまだやることもあるかなと思うんですけど、はい、せっかく今まで頑張ってきた子ども食堂たくさん増えてきました。この食堂がクローズする、この素晴らしい活動がクローズしてしまうんではなくって、今活動している皆さんが継続できるようにするためには、まあ、これまだまだ支援が足りていないと思いますので、企業さんであったり、それから区民の方一人一人の何でもできることってたくさんあると思いますので、何か私も何かしたいなっていうことがあれば、ぜひネットワーク事務局の方にご相談いただければなと思います。子どもはどんどんね、ちっちゃい子から来ますからね。そうですね。だからやめちゃいけないんですよ、これはね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。この日振る舞われるさぬきうどんはおよそ100食。日本で1台しかないというさぬきうどんのキッチンカーでは着々と準備が進んでいます。いやー、本格的、まるでお店に来たようですな。はい、私も約5年ほど現場の方で修行させてもらいましたので、その、技術をこちらの方でも活かせればなと思います。なるほど、はい、丸亀製麺さんは、はい、品川区とも結構いろいろなことをしてるって聞いたんですけれども。はい、品川区の CSR 推進協議会というところに今属しておるんですけども、品川区で親子のうどん教室を実施させてもらったりとか、他にも食育という意味で全国各地で、うどん教室をメインにいろいろやっております。あ、それもまた面白いですね。はい、じゃあ最後にその子どもたちへ意気込みを一つお願いします。はい、楽しみに待ってらっしゃるので、できたて手作りのうどんを食べていただいて、笑顔になってお腹いっぱいで帰ってもらったらなと思いますので、はいはい、頑張りたいと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。子ども食堂福栄未来塾が始まりました。この期間に開催される子ども食堂では、食事の前に消毒や手洗いを行うなど、各会場で感染防止対策が徹底されています。いや、それにしても子どもたちはみんな手を洗うのが上手ですな。いや、感心感心。会場でお手伝いをするのは福栄会職員の皆さん。通常は地元町会の婦人部の皆さんが行っています。出来たて熱々のさぬきうどんは、いやー、なかなかのボリューム。さつまいもの天ぷらも大きいですな。おいしそう。おいや、デザートにゼリーもつくんですか？子ども食堂に、企業の方から寄付をいただいたリンゴのジュースとリンゴの缶詰で、今日のために、ちょっと加工をしてゼリーを作りました。こちらで作ったんですか？あ、そうなんです。はい、ありがとう。はい、どういたしまして。お天気にも恵まれ、子ども食堂福栄未来塾は大盛況となりました。うん、ああ、いや、待った甲斐がありました。うどん好きですからね、私ね。入ってないんですよ。いや、実はね、もう始まって1時間も経たない頃でしたかね、100食以上用意されてるうどんがもうみんな子どもたちの胃袋に入ってしまいました。聞くところによりますと、初めて来てくれた子どもたちが多かったそうでね、今日やってよかったんじゃないかと思います。いかがでしたでしょうか？区内ではこの子ども食堂の取り組み、あちこちで行われておりますけれどもね、まあこのコロナの世の中の中で、工夫大変だと思いますよ。続けていくのね。ぜひ皆さんもこの活動に応援をしていただければと思います。
さて次回のとっておきの品川、どうぞお楽しみに。ない